ブラッドオレンジの切り方です。ヘタとお尻の部分をまずは切り落としていきます。そしたら断面を上にして半分にさらに切り落としていきます。このようになります。それをさらに半分に切ります。この形になったらこの白い部分を切り落としていきます。この状態でさらに半分にそれぞれ切っていきます。はい、では食べやすいようにここに、メロンの皮のように切り込みを入れていくとさらに食べやすいです。